ございます。出ちゃう編集部員のニャンパスです。さあ始まりました、ニャンパスの〇〇を教えてください。第2回目、この番組はゲストの方をお迎えしてパチンコ、パチスロなどの知識を教えてもらいながら、まあ、乗り打ち実践をして勝利と知識の獲得を目指すという番組になっています。前回はサトシーニョさんをお呼びして立ち回りについて教えてもらったわけですけども、さて今回はどなたがやってきてくれるのでしょうか。早速お呼びいたしましょう。どうぞ。はい、出ちゃう関西版編集部、ヘイポーです。はじめまして。はい、あ、こちらこそはじめましてよろしくお願いいたします。なんで僕なんでしょうね。はい、ちょっと、ね、わかんないです。初めてだもんね、だって動画一緒にやるの。そうなんですよ、もう会ったことも今回で 3,4 回目とかなので、本当に絡みないんですよね、私たち。そうそう、でもね、ほら同じ福岡出身だったり、そっか、だったりするから。そうですね。はい、今日はまるまるに教えてくださいの収録ということで、はい、お邪魔したわけなんですが、はい、なんか教えることあるかな。いやそうですね、まあ、では早速テーマの方をね、はい、言いたいと思います。はい、テーマがこちらです。はい、ということで今回は引きを教えてくださいと。はい、引きってなんだろう。いやいや、でもやそんなないよ。いやいや、でもやっぱり西の引き神と呼ばれてますからね。出ちゃうの中では。ああ、はい、ありがとうございます。まあ、うん、そうだね、うん、まあまあまあ、はい、たまに4回に1回ぐらいはね引けてますんで、はい、まあまあ4回に1回ぐらいは引ける引きを教えてあげようかなと。ぜひお願いします。早速実践の方を始めちゃいましょうかね。はい、ちゃいましょう。ではニャンパスの〇〇を教えてください。実践スタートです。おー、4番か、頑張ります。ありがとうございます。おー、まあそこそこ、ありがとうございます。おはようございます。8番です。つい、うん、あ、ほぼ変わらんす。ありがとうございます。はい、みほとんど変わらないな、番号。とりあえず平行さんについていこうかなって。おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっぱゴッドは、あ、ゴッドゴッドかな、やっぱり。あ、外線も穴子も片半分ずつあるんですね。どうしよう。お、前日のゲーム数わかんないですね。前日739の、え、どっちでもいいですよ、穴子でも外線でも。そうする。でもリセットかかってないんやったら怖いな。穴子の方がいいか。どうしましょうか。穴子いきます。初穴子です。いいよ、わかりました。いや、これですげえなんかある。じゃあ穴子にしよう。とりあえずほらアナザーゴッドハーですね。じゃあそのお隣で撮らせていただきます。はい、にゃんちゃん。はい。アナゴだよ、アナゴ。はい、いや久々です。てか動画でアナゴ打つの初めてなんで。はい、まあ、俺もアナゴ久々なんだけどね。本当ですか。じゃあちょっと今日はサポートよろしくお願いいたします。はい、いやもう今日はあの2人でプラス20万パワーズ行くんで頑張りましょう。はい、はい、というわけであの1台目はあのアナザーゴッドハーですので、はい、2人で遊戯して引きを教えていきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、じゃあ実践スタートです。じゃあ早速打っていきましょう。はい、さあ行こう。さあ1ゲーム目から引くぞ。ドン。ただそんなことはないと。いきなり接近したな。あ、なんかでもそういう企画やってなかったですっけ。うん、なんか朝一何ゲーム以内で引くみたいな。ああ、そうそうそう、なんかやってましたよね。やってたやってた。あの朝一5ゲームでね、はいはい、ヒゲさんがアナゴの回で、はい、ヒゲ歌、ヒゲ歌、おう、あれであの5ゲームでね、はい、ヒゲさん紫7弾いてたから早いな。
まあ、それを再現しましょうみたいなね、はいはい、あの再現番組が、はいはい、雷でしたっけ、そうやらせていただいてるんで、ニャンパスファンの方もぜひ見ていただければと思っておりますぜひぜひお願いします毎日そんな日出ないけどね。あ、そうなんですか。いやいや、でも神ナインって番組名ですからね。今日は本当期待してます。頑張るよ。ああ、マジで。え、待って待って、これあるんじゃないですか。あるんじゃない。ただのこれ、なんだろう、モードがいいだけかな。モード良さそうだね。はい、もう一発。おおおお、最先キナーさんね。もう一回欲しいです。お願い。お、あるよこれ全然。マジか、つえーな。いや、これ教えること何もないです。すいません、もうもらっちゃいました。もう一個欲しいですね。じゃあちょっとせっかくなんで。いや、マジか、ちょっと待って、14ゲームキナー4連投資1本です。いやいや、そんなんある。いや、わかる。いや、それはすごいな。行きましょう。あ、あ、まあまあ、でも当たりは確定しましたね。早いな。いや、早いな。やべえぞこれ。はい、はい、ということで、はい、優勝24ゲーム、24ゲームで投資が、2本です。ちょっと、28ゲーム、ひなな4連からの AT 当選と。早かったです。よかった。やるなぁ。いや、それはすごいわ。いや、こっからがでも勝負ですから。はいはい、いきましょう。これでハーデスが出されたらもうですね、もう名前教えることないやって。教えることないっつって俺あの見てるよ、あとどんどんどん。あわーわおー、いつもので攻めて超犬とか思ってるんでしょ。いや、思ってますよ、もちろん。おおやる。いや、持ってます。右上がり。ああ、あ、リプレイで。リプレイから。うまいね。乗るんだ。うまいな。いや、100いきたい。おーし、おーし、よし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 。いや、めっちゃ調子いい。いや、めっちゃいいよ。もうゆっくり回そうかな俺。いやいや、頑張ってください。はい、やりました、はい。100ゲームはいい。いやー、ほんと良い。上等です。100ゲームスタートです。で、ステージは、はあ、いつものステージです。いつもの。いや、理想としてはこの、うん、ゴッドゲーム中にゴッドを引く。いやー、この子すげえな、強欲だわ。そうですよ。いやー、俺も相当強欲だと思ってたけど結構引くくらいに強欲。すいません。いや、でも欲がないとやっていけないです。そうだね、ゴッドとか言って万枚出そうと思ったらね、はい、もっとね、例えば 4,5,000 枚入れても、はいはい、まだまだって突っ込むでしょ。突っ込みますよ、もちろん。そうそう、突っ込むよ結構ね。まあ、4,5,000 枚出たらもういっかって買える人も多いですけど、はいはい、万枚狙うんやったらね、やっぱり突っ込むべきですよ。です、狙っちゃいます。そうそう、私は。俺も狙う。だからヒゲさんに破滅型と言われるんですけど。いやいや、いいよ、俺は支持するよ。あ、平方さんはでも結構破滅型なんじゃないですか。あ、俺も結構破滅するよ。ですよね、なんかすごい似てるなと思いますもん。まあ、破滅するけど、はいはい、まあ、でもぼちぼち、はいはい、そんな負けてないから、まあなんとかなってるのかなと。やっぱそこは引きでなんとかしていると、なんとかしてるかなっていう感じです。さすがだな。一応ね、アナゴはどう、はい、調子いい。万枚何回出した。万枚とか出したことないです。あれ、そうなの。なんかでも、あの枠内ゴッド、あ、それ見たよ。はい、あのゴッド引いた2ゲーム後にゴッド引くという、それは見た。神な引きを発揮したことはあります。いや、それはすごいよ。なんで今日もね、それを見せたいです、ぜひ。いや、それね、動画とかで見たことないから。ですよね、もうぜひそれ見せたらね。はい、いや、引きね、いや、でもそれさられたら、あの教えることなんもねえけどな。もう、出ちゃうの新たな引き神
み目指してますのであ、小島さんの座まで狙ってる。もちろんやっぱ強欲だないや、やっとあの穴子思い出してきた思い出しました半年ぶりでしたっけ。いやもう半年ぶりぐらい。おびっくりした。はい、ああ中断切った。はいはいはい、はいはい、もう一発でも回るでしょう。あららら、いやいやジャッジメントが、ね、頼むよ早いな。くそー。あ、おうおうおう、やるね。下段か。今赤ダイヤがあるんで。そうだね、何か引きたいんですけどあーダメだ。おうおう、よっしゃーね、全然モード上がんないっていうか、もう超絶無風だからこの台正直あんまり良くなさそうだけど、まあなんとかなるでしょ。なります、なんとかも。そうだよ。はい、ということで、1回目の AT は130ゲーム346枚で終了です。はいはい、上等上等。はい、もう投資まだ2本なんでね、全然。ちなみに平行さんは、うん、外星とアナゴだったらどっちが好きですか。アナゴちゃん。あ、やっぱみんなアナゴが好きですね。そうだね、いや外星も全然いいんだけど。はいはい、そうだね、まあ単純にアナゴの方が勝ってるからっていうのもあるけどなるほど、私でもアナゴの方が勝ってますけど、はいはい、外星が好きです。あ、そうなの。なんでしょう、なんか癖になります、あの謎ループが。あー、まあね、あれがゴッドって感じだしね、言って。いや、私ゴッドを打ち始めたのがこのアナゴが最初なんで。あ、そうなんだ。はい。あ、じゃあ別にその前のゴッド打ってるとかでもないんだ。そうなんですよ。よくそんなね、はい打ったね。いやー、なんかいっぱい出てるんで面白そうだなって怖い。でも最初ってそんなもんじゃないですか、打つときって。まあそうだね。はい、初打ちなの。初打ち、初打ちバジリスク2です。あ、バジ2か。そうなんですよ、目押しが本当全然できなかったんで。あ、まあみんなそうだよね、最初は。はい、でジャグとかもあの揃えられなかったんですよ、ボーナスから。はい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 、なんでお、もう一回。ああ、あ、あんじゃんびっくりした。ええ、あるじゃん。私、なんで当たったんですかループですかね。ストックかな、ループストックかな、これは25ゲーム。初めてこんな当たりした。演出なかったよね、最後。何もなかったです、何も引いてないんで、ね、よしよし。じゃあということで25ゲーム、おそらくループストックに引っかかってくれて当たりました。いや、いいよいいよ。いや、めっちゃ調子いい。いや、いいね、本当に。怖い怖い怖い。そりゃそうだよ。はい、まあまあ、そりゃそうだよ、怒られるよみんなに贅沢言うなっつって頑張れ、いけいけいけまあまあ50じゃないだけいいよ。そうですね、60ゲームスタートです。どう。いや、でも全然いいじゃん、朝から。いや、簡単ですよ、外線じゃない、アナゴ。おっともう今の発言で多分ね、滑るわ。いやいやいや、そんなことないです。この台のご機嫌取らんといかんから、ね、そうですね、もう今日は頑張ってね棒読み棒読みだったよ言ってね。はい、あれなんだよね、この日、はい、今日の収録があの俺20代初、違う、20代最後の収録だから。え、そうなんですか。俺はあと3日後に30歳になりますんで。あ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。え、じゃあバッテンさんと一緒の年ですか。あ、そうだ。あ、そうなんよ30歳ですよ、30歳、もう30でございますよ。でも全然30歳に見えないですね。あ、そう。はい、言われません。まあね、いい意味で撮っていいのかな。どうなんだろう。いや、もちろんもちろん。おお、でかい、プラス30。全く見てなかったね。
ださいって言ったけプラス30が出たかもしれん。ほんまやほんまや、ありがとう花子さん、ありがとうこっちにも頼むわそう、こっち側に引きよおお右上がりきなな。おー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 、これはいったねー。ダウン、おー、いいね、いいね、でかい。50はでかい。危なかったね。いや、よかったよかったはいはい、これでジャッジメントも弱いかな。あ、よいしょ。あーあこれで画面クラッシュとかしたら最悪だヒゲさんの悲劇が最悪。頼むよ、引いちゃダメだよ、引いちゃダメだよ。もっと大丈夫です。引いちゃダメだよ、恐ろしい危ない。回るんでしょう、ここでぐるーっていやいや、そんなことない。終わっちゃいましたいや、全然両方だよ。270ゲームか、合計で。そう、270ゲーム、734枚で終了です。いや素晴らしい、俺が入れてる分出してくれてる。はい、なんでも頑張ってゴッド引いてください、本当にその分出してるんでまだまだ、まあ、大丈夫大丈夫、まだいけるよ。そうですよ、まだいけるよよいしょっとよいしょっと、やばい、にゃんちゃんが今ちょっと下げすんな、みほど。いやいやいや行きましょう、どんどんいや後ろがめっちゃ乗った。おお、すげえな。あー、エクストラ入ってるくないですか。え、嘘、ベルデス持ってる。うわー、エクストラだ、すげえ。いや、やっぱこの後ろの2つでしたねそう、どっち行くか迷ってて、あっちか、あっちだったか。すごい、エクストラだ、ピル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 聞こえてくるよいいな、すげえ。いや、負けてられないですよ。いや、そうだよ、はい、おー、ピュピュ聞こえてくる、マジですげえ。まあ、あれはお兄さんの引きですよ。そうだよ、こっちも引いたったらええねん。はい、そうです、そうです。ペルセフォンで 95% ループ引いたったらええねん。頑張りましょう、行きましょう。そうだよ、あれだね、据えてるね、これ。あー、2日据えてるね。523ぐらいからあの、はい、ヘルゾーン煽りが来るんだけど、前日前々日合計で277やから。いや、いいよ。そうですよ、もう800いってるなら、800いってるから天井です、目指すはあと800回せばいいだけです。そうだよ、そうだよちなみに平行さんは、はいはい、オカルトとかありますか、ゴッド打つ時の。ゴッドのオカルトは、そうだね、なんだろう、コイン落として拾うときに何気なくレバーオンするとかかな、はい、ちょっとじゃあ危なかったら使わせてもらいますドン、落とし、普通に落としちゃった、今度はあれよいしょ。それをわざとするんですよね。そう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 200ゲーム回して調子は。いやー、なんとも言えないですいや、正直アナゴ打つんですけど詳しくはないんで、外線より。はい、外線はそうだね。いや、俺もアナゴ忘れちゃったもんアナゴはもう、おお、降臨。あー、おお、マジか、マジでマジで、待って待って、来たよ来たよ。ちょっとキンキンしてたんで今。はいはい、頼むね頼むね、めっちゃ緊張する。いきます。はい、あー、あー、一番これあかんやつじゃないか。あー、でもあるあるある、はいはいはい、やりーとりあえずとりあえずよかったよかった、紫だな。はい、まあワンちゃんじゃないといいな。そうですね、
AD 中ならちょっと嬉しいんですけど、まあ、いや引けてますよ今日は。ちょっとあれ教えてもらいます、ちょっといや頑張ってください早くもう。はい、ということで204ゲーム紫7です。全然持ちコインだしね。そう、持ちコインで超調子がいい。いいなやるね。お願いしますよ。でも私通常時紫7引いて犬しか出たことないんで、うん、まあでもそんな一応可能性はあるもんね。なので今日は、いや今日はいけるでしょ。ですよね、今日はいけてるから。せめてペルセポネ様で、せめてペルセポネ様っておかしいな強欲にもいけい、あまあそうだよね、まあ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 そうだよ。3連続ドン、おお、ドン、はいはい、でかい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 、十分十分、はい、よしよしよし、はいはい、もう一発、あー80まあまあいいよ、80全然相当。そうですね、もう持ちコインなんで。そうだよ、俺ももう本当ワンワンでもやりたいよとりあえず当てましょう。いやーちょっとゴッドって思っちゃったんですけどね。ね、まあでもやっぱ激アツだったからな。まあまあまあ。あ、あー！おー、マジか。おー、うそよ、びっくりした。俺超びっくりした、俺も。待って。すごいね。いやもう。お願いします。カノンに教えることはもう何もないです。いけいけ、タウンタウン、ゴトゴトだよこれは。ゴトだよ、これはゴトだよ。いけ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 、いや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 、マジでお願いします。もうこれで西の引き金の王から超えろ、よしよしよし、もうこれなら、とりあえずハーデス以上やから全然いいよ。はい、超えろ超えろ超えろ、あーさあ超ハーデスじゃないや、超ハーデスの可能性もあるからね。そうですね、あーハーデスか、まあまあ、超ドキドキしました。あ、はい、いやすごいね。はい、ということですごいね、画面クラッシュからびっくりしましたね。あー、いや声聞こえるからもう超びっくりしたもん俺も。すいません、超叫んじゃいました。なんでとりあえずこっからは気合を入れて、まああれだよね、はい、せめて4桁、4桁、おかしくないですか。ちょっと握手してください、引きをください。どうぞどうぞ、はい、4桁いけます。はい、俺が奪ったかもしれんけどいけましょう。うわー、めっちゃ嬉しい。いやいいな、3ゲームじゃん、AT 始まって。はい。ドーン。あれ？これ超ハ、ワンペル？ペルペル。ペルペルか。最終格上げってどうやったかな？ちょっとテロップでフォローしてください。はい、お願いします。すいません。いや、ここ勝負どこ。いや、本当だよ。ちょっと5ゲーム以内でカットインが来ないと不安になります。そうだね。嘘でしょ。え、やばいやばいやばい、嘘やばいやばいやばい、ちょっとやばいぞ。ああ、レア役の方か。あ、30かまあまあ乗っただけましたよ。なんでなんで、頼む頼むよ。待って、せめてカットインだけ来ようよ。そっちか、せめて乗って。あー、嘘じゃん。続け。嘘でしょ。
っぱですね、引けても伸ばせないんですよそうだね、ちょっと証明されましたここでまだもう一回行こう、もう一回行こう、はい、もう一回行こう、はいはい、まあ、ということでまあラストが207ゲームになりました。いや全然いいよ、強いね。はい、まあもう一回引くんで、そうだね、待っててください皆さんやっぱりあの握手したのにあの引きが渡ってないっていうことは俺は今日は引きがないっていうことになりますかもしれん、エイコーさんのせいだやばい、今のですごい体力使いました、なんか、まあ、あんだけびっくりしたらね、そうあのさっきのあなたはリプレイ再生してもらうからこんな辛口コメントされるの仕方ないよ今日は何も教えてないから、まだ始まったばっかりだから。そうですね、動画はまだ始まったばっかりだよ。あら、まあモードはいいと思ったけど、なんで当たったんだろう。いや、もしかしたらこれが晴天かもしれないですよあ、そう、絶対おかしいんだけど、数値さあ、というわけでこんなところで当たってしまいました、一番中途半端です。807ゲーム投資は30本でっかいな、結構いや、まだまだそうです、こっからがスタートですから。そうだよ、まだまだ、はい、30個が結構売れたなさあ行くぞ、行っちゃってください。もうやっと当たりだよ。でもさあ来い、ワンチャンなんだろ、はい、まあそういうもんだよ、はいはい、はい、ワンチャンを飼い鳴らします。いやー、順押しばっかり順押し、今のところオール順押し、はい、よしよし、 あら、30あった、ラッキーラッキー、5分の4順押し超えて、はい、残念、まあでも70ゲームなんで、そうですね、まあ50じゃなかったんで、とりあえずは、よーし頑張るぞ。さあ、どうにか上乗せして、せめて自分の決定グラフィート感とさすがに足引っ張りすぎだぜ。いや、大丈夫です、全然、たったの1500枚ですから。そうだよ、1500枚なんかね、そんなだよね。そう、あっという間、ワンゴットでいいですから、ワンゴットでおー、いいな、いいな、ここでなんか引いて、引こう引こう引こう、あー、せっかく上がっとんのに、あっ、おー、来た来た来た、外れて、よし来い、あー、来い、いや10、とりあえず10、よかった、あー、もう一回来ました、はいはい、あー、でかい、回れ回れ、あいや、トータル40なんで、いやいや、よかったよ、十分十分、アナゴ楽しいなアナゴ楽しいな、楽しいないや、終わる、早い乗せゼロ、きついな、まあ、最初にね、結構取ったから順増を荒ぶってるけど、はい、終了いたしました。70ゲーム330枚。
か。さあ駆け抜けまだまだね。いや、終わっちゃうよさあ終了ですね。はい、お、はい、ということで、280ゲーム820枚で終了です。結構出てくれました。いや全然上等だよ。多分1000枚くらいありますもんね、今持つコインが。確かに。下皿がスカッとしてしまいました早いなまあ300枚だったからね。そうですね。とりあえずにゃんちゃんに確定フラグ今2個引かれてるから、はい、そうですね。きな、あ、正直なんか教えるんであれば3個以上引かんと今現状でどうやってしたい。俺もどうやってしたい。お願いしますよ。そのドヤ顔のやり方とかもね教えてもらいたいね、ぜひ。いや、ドヤ顔のやり方はね、はい、あの元さんが一番得意だわそうなんやあの人常にドヤってるからそうなんだ。そうそう、賑やかにそれでも全然確定役あるからね。そうですね。いや今日ドキドキするな。ちょっと待って、俺なんもないんだけど。そういうの、あ、光沢行きました。いいね、黄色。ああ全然あるよ、黄色なら。これ右上がりキナナでヘルゾーンでいいですかね。そうだね、多分そうだと思うけど、170ゲーム、おそらく右上がりキナナからヘルゾーンです。上がってから下がったと。ここで一発刺したい。いけ。やっぱ黄色当てないとね。そうですね、黄色当てないとダメだ。あー、お願いします。続け続け攻めて。いや最後で当たるかもしれんし、フィッシュがない。いけ。あー、セーフ、セーフ、セーフ、全然いいよ。なんもチャンスが来ない。おお、来た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 。これは、これはあるね。はい、よっしゃー、うまい。あれ、はい、引き強いなということで、178ゲームヘルゾーンからの初当たりです。やり、いや、俺今日映んないんじゃないかな。いや次ハーネス来たらちょっと平行さんに代行してもらおうかなって思ってるんですけど。よっしゃ、その時はお願いします。よっしゃ、いやー本当に本当に来たら本物だなさすがに何だろう。いや来ます、来ます。来る、ヒゲさんの匂いがちょっと親父臭がするんで。ちょっと親父臭い犬とか最悪じゃねえか。いけいけ、もう。マジか。でかい。でかいね。お尻の感じはでかいね。今日めちゃゲロ吐くじゃん。そう。どうどう、はい。ちょっと待ってよ。本当教えること何もないよ。免許書いてんだよ。100はいけますね。おいいね、いいね。めっちゃ上手くないですか。いや100いったら十分だよ。本当ね。帰ろう。はい。はい、いや全然よろしい。犬も完全に扱いこなしてるな。はい、もう
ありがとうございます。110ゲームスタートとドン。でも今日ステージ全部これスタートです。一番下の何回目初当たり。初当たり3回目です。初当たりか。結構怪しいね。まあまあまあ実践してね、そんなの関係なく。そうですよ、ソフト役引いたらいいんだよと。まあ、今日のテーマは引きですから、結構そのテーマに沿った流れ的にはよろしいです。全く沿ってない人が約1名はい、ということで、はい、111ゲーム391枚で終了です。いや順調に増えてるね。そうですね、ちょこちょこ増えて、今何枚かな、130枚か100枚増えましたね、さっきより。はいはいはい。当たる気がせんくなってきた。にゃんちゃん、あのね、はい、残念なお知らせなんだけど。何でしょうか。6人目の選手がいなくなったよ。え、6人目6人目5人目じゃないですか。5人目の選手か。あ、5人目か早いですね。そうか、5人目の選手かですよね。5人目ということは、ね、5人目の選手が、まあ、2人でマイナス2万5000円で、3番目。そうだね。いや、まあまあ3枚目くらいまでは行きましょう。行こう行こう、2人でなんで。しかももうちょっとで800なんで6人目じゃなかった。危ない危ない。刺せばいいんです。そうだよ。はい、もうそっからもうバンバンゴッド引いちゃうよ。そう、あーテイテイ、やったー、行きましたね。やりました。黄色、やべえ、さっき黄色当てないとみたいなこと言っちゃったから。そうですね、ここはもうかっこよく決めてくださいよ。いっちゃいましょう。さあ、817ゲーム黄色ヘルゾン、いい、あー外しそう。ほら、さあ、よし、これは、これは、お、どう、マジで、続くでしょ、はい、あマジかー、もっぱつ、よし、よかったよかった、もっぱつ当たす、青い、いやいや、いいよもう青でも、大丈夫、青でも当てちゃうよ。続けるよ。はい、はい、えい、あ、もう一発青いやつ来た。いや、ほんと続いてよ。あー青かよ。いや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 、いいよ、いいよ、いいよ、青でもいいよ。もう一発、まだ15。あどうしますかねどうしますかね。いやー、ダメじゃない、足引っ張ってるなこれ。いやいや、やばいな、やばい、あ、いや、まだ、まだあるかもしれないよ。おおめっちゃ入る。いやもう青以外がいいんだけどさ、さすがに青もね、これでなんぼだ、20ゲーム目、そろそろ20ゲームあればね、そろそろ当たるでしょ。はいはい、続く続く、こんなもんはいはいはい、続く続くあー、よし、黄色いった、上がった、
掛けの方が当たりやすいはずなので、あー入った、よしよしよし、さっきこれで外してびっくりしたけど、これはさすがに勝った。いー危ない、あのね、一回当てるのにどんだけかかんねんっていうおめでとうございます、よかった、ありがとうございます。いやー、というわけで当たりましたね、863ゲームごめん、投資言っていいかな、いやどう言ってください、もう、863ゲーム投資25本、はい、いや嘘でしょ、え25本あ20追加投資25本、びっくりした、合計あの55合計55、2連続800超えですね、本当だねきついな、アナゴアナゴやべえ、よし、さあようやく当たったよ、本当頑張って出してくださいお願いします、お願いなんです、ね、今まだまだいけるよ、早いな やったぜ、まさかの、やったあると思わなかった、よしよしよし、ここで4桁乗せお願いしますせめて4桁乗せせめてってなんだよあ、ほら行くぞ、行っちゃうぞ、テレポーさんなら行けますさあやばいやばい、さっきニャンちゃんが揃いゼロだったよねそうです、あカットインすらコジと、うちょっと待って、15枚こういう点が来てくるんだけど、あよし、あっやっべちょっと待って、いや待って、ちょっと待って、せめて1回は乗っけましょう、ちょっと待ってちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、よしよ、あーこれも熱い、いやバイバーなし、つい、あーよかった、ありがとうございます、上がって、おい、もう1回、よしよしよし、2回いたんで、よしだ、やった、よかった、よし頼むぜ、よっしゃ、ランプは、あ、黄色、黄色、よしよしよし、よしよし、いいよいいよいいよ、ついに発揮、よしよし、よっしゃ、これはいいぞ、めっちゃ取れる、まだまだ、よし、やっとやっと僕映りましたああいやいや、ま、でもあ、まだ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 、結構乗った、結構乗ったね、よし、まだ続いた、よっしゃ、ほら来た、よっしゃ、ほらほら行くぜ、よし、うまいなもう一発、よし、これあるんちゃいます、あーだめだまあでも結構乗りました、400、どうだ、いやーよかった、これ今投資何枚でしたっけ投資がね55本、いや、いけます、いけます、これこんだけあったら、でも、もしかしたらまぐれるかもしれない、そうですね、よし、よかった、一安心、よかった、ありがとうございます危ねえ本当リアルにね、相当焦ってたから8ゲーム何もなかったからね、ていうか、いや、焦りましたね、あれは私もそろそろ400なんで、この辺で持ちコインがなくなる前に当てときたいところなんですけど、よし、あーしやっぱなかなか400じゃきついかな、もう平行さんに伸ばしてもらうしかないですもう結構
すぎてるよ。150。なんか引きましょう。なんか行こう。なんか引いたよ。おお、これで50はうまい。やったぜ。まだ3桁の線も見てないんで。そうだね。次は2人で言ってるのに3桁まだ。そう、1回もないんで。まあ言ったら俺が的が悪くなかったんで、あれなんだけど。お、コイン落とした。ゴッドチャンス。ゴッドチャンスです。ゴッドチャンスや。あら、リプレイやって。コイン。マジボケやん、今の。リアルにです。恥ずかしい。まだ絶対使ってもらおう。やだやだ。使わないでください、お願いします。使ってもらおう、今の。ヘイポーさん、どうしましょう。600なんですけど、もう打ち続けますか。どうしようかな。どうしようかな。でもやめるならこの辺じゃないと。そうだよね。800いっちゃったらね。そう、もう逃げれないですから。攻めちゃおうぜ。攻めますか。もう攻めようか。もういいや。行きましょう。破滅型の後押ししちゃった。はい、もう先生がそうおっしゃるんですから。そうだよ、行きましょう。引けるよ。引けるよ。今日の私ならいける気がします。そうだよ、今日引いてるからね。そうですね、投資2本だぜまだ。あ、はい、ということで6ゲーム持ちコインがなくなっちゃいました。まあとりあえず800まで行きましょう。そうだね、まだ投資2本なんで。打ってヘルゾーンで当たる可能性多いにあるし。そうですね。いや今からですよ。そうそうそう、まだいける。まだいける。ドンドンドン抜け。おお、やっと吹いた風。いいね。これで全国に行ってないかな。いやいや、あるであるで。はい、おお、いいね。はい、まあ今の中断リプレイ、風吹いてから天国に上がったんじゃないかなと思います。おお、頼むぞ。ハーデスステージ、ここだよ、ここだよ。引きまくりましょう、いろいろ。でもあるあるだと思うけど、本当ここに引いた、行った瞬間ね、引けない、何も引けないんだよ。さらにもうちょっとで800になるので。あ、はいはい、ヘルゾーンの、なるほど、煽りもきつつ。それだね。もう一回。はい、よし、いけるいける、あるある。よっしゃ、やったー、やった、当たった。きつかったよ。追加投資3本か。追加投資3本で、はい、総投資が5本か。5本で、802ゲーム、まあ、天国での当たりと。いやー、よかったよかった。あー、ほっとしてます、今は。天井いたらどうしようとか思いながらずっと取ったけん。ほい、ほい、ほい。超えろ超えろ。いけ。ああ。感じのところが。まあ十分だよ。そうですね。80なら。はい。ああ。お。まあまあまあ。ちょっと落ち着こう。なんか引きましょう。ちょっとびっくりするよね、これ隣でパッて聞いたら。びっくりしました、ちょっと。ただ、ちょっと今、ただ、おかおとしてるだけ、おかおと。そうですね、私もじゃあ、ちょっと。あ、15万円くらいだとダメだよ。これで。じゃあ、ちょっと儀式を。なんだよ、儀式って。はいはいはい。お願いします、私に力をください。はいはい。よし、よしだ。OK。OK。行きましょう。
気持ち悪いななんだこれ大丈夫かやばいちょっと危ない人みたいですしかもホッパーエラーになっちゃったよさあ終了しました、400ゲームスタートからの100ゲームだけ乗せて、500ゲーム1582枚おお結構伸びましたね順増荒ぶってるわうん90ゲーム343枚で終了です、はいはいまあ、が50ゲームどうしますかそうだね正直これ追ってもって感じですけどあおおおこれは行ってそうはいあーしましたどうもう一発いあー嘘だろ紛らわしいんだよ刺さったかと思ったのにいや今の来たって思いました私いやーねどうしようかなとりあえず周りの様子をそうですね一回ちょっと私見てきますうん見てきてその間にちょっとゴット引いとくわお願いしますサクッとまあ早速店内の状況を見ていきましょうかねで一応まあ凱旋とハーデスのコーナーいるのでこっちから行きましょうよいしょいやー最初ですねこことここ座るか迷ったんですよすごい片方は何枚出てたのかなさっきちょっとほら8961枚やばっでもここもしっかり多分ゴッド引かれたのかな5000枚オーバーですね、ここの角2台も朝から結構調子良さそうだったんでうわー羨ましいめちゃ気持ちこもってるな今のセリフいやもう本当ですよでそうですねあとジャグラーコーナーが結構ね見ても分かるように台数が多いんですよなんかすごくないですかジャグラーコーナーオーパスって書いてあるしでね私さっきちょっと時間あるときにジャグラーコーナーをちらっと見たんですけど見た感じ末尾7のねところがしっかり回数ついてたり合算がいいのでここもあの118分の1合成確率でピック15のレギュラー11ともうしっかり箱を持たれてるんですけどでどこだったかなでここも松見7で、合算が111分の1でビッグ12のレギュラー8となんかねやっぱ7が強そうなイメージはありますなるほどはいじゃあ7のジャグラーを打つのもなんでそうですねおーちょっと空いてるのが何台かあるのであマジではいでも結構まだ回ってないところも多いんですよ7が松尾7のところではいはいはい、はい、なんでまだチャンスはあるんじゃないかなと思ってますなるほどあどこだったかな松尾7これだ合成確率が107分の1でビッグ12のレギュラー6と、まあ、レギュラー若干弱いですけど、うんうんまあ、しっかり出玉も積まれててで、はいはいはい、松見7なんですよねここも出た出た松見7はいいやーやっぱちょっと私移動しちゃおうかなと思います移動しようかな移動しましょうかねやっぱちょっと2人ともこれ以上のゴッドであんまり投資はあれしててもって言って今俺ぶっ込んでるんだけどはいもう引き担当でちょっと平行さんにはやってもらってうっそじゃあ俺そっち打ちたいんだけどどっちかっていうといやいやいやあの違う違うそっちのはいはいカードのゴッドがまだマシなんだけどああじゃあぜひこっち打ってくださいよあなんでちょっと私は大道の方していきたいかなと思いますなるほどはいいいですよね先生お
ちょっと待って、先生って言われた瞬間に出てきたよ。あ、本当ですか。いや、よしよし、頼む。いや、ここがゴッド頼む、ゴッドでお願いします、ゴッドでゴッドでお願い。あ、でもまだこの手目いいんじゃない。確かに、どっちかありそう。おお、紫だけど、よっしゃ、よかった、やった。でも紫いやもう私、まあまあまあ、そうですね、安心してジャグラーに行きます。もう通してください。はい、ということで、はい、51ゲームで、やめます、このハーデスは。はい、まあね、俺はまあ、はい、もうちょっと負債を取り戻すお願いいたします。あと1000枚くらい負債あるからだいぶあるなサージが当たりました。245ゲーム紫7、やっと確定役引いたよ本当やっとですね。本当だよ、やっとだよ。ここは伸ばしたい。ワンちゃん以外でお願いしますいや本当ね、だってほら今日ね、はい、今旗取りこれで3回目か。あ、はいはいはい、なんだけどワン1ペル1だから。あ、じゃあもう次はハーデス。いや、ないだろいやいや、紫だぞ。ダメですよ、諦めちゃう。はい、音聞いてね。はいはいワオめっちゃワオーンって言ってるさあ、ワンちゃんでした。まあ、ワンちゃんね、乗りこなしますよ。あ、スイやーべ、順押しばっかだ。よし、20ゲームよし、ゲロ吐いた。 お、でも押し順で50、うまい、大きい、これはうまいよ。お、超えた、超えて下段で30、うまい。あー、こいつ。ただでも130ゲーム乗った、全然いいよ。私と、いや、私のさっきのハーデスと一緒じゃないですかほんまや、やった、これハーデスと同等だ、やったぜさあ伸ばす、伸ばしましょう。あとと何枚ですっけ。あと1000枚くらいあ、いけます、いけます、平行さんなら頑張る。いや、最初はヒヤヒヤしてましたけどよかったいやまだだいぶ戻ってきたよ、本当に。いや、もう本当プラスまで持っていこう。行きましょう、もう、うん、おっ、来た。トークリップからヘルゾーンだけど青い、青いぜ。いや、青くても大丈夫です。まあまあ、青くても当たるときは当たる。当たります、当たります。おっ、マジで当たったー。1ゲーム目で冗談リブで当たったやったぜ。いや、青でもほんま当たる、当たるあー、よかった、やったね、あざます。さあ、上乗せは60と、まあでもラッキーなんでね、全然いいっす。さあ、130までまた戻りました。おー、まくれそうじゃないですか。そうだね、この調子だったら全然いけるよ。さあ、そんな中終わりましたよ。あれ、終わったんですか。終わった191ゲーム687枚。おお、まあ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 出たよ。じゃあ今2000枚ないくらいですかね。ないかな、ちょっと回したから。まあもしかしたらストックもあるかもしれないしね。そうですね、期待しましょう。よし、
ヘルゾーン行っちゃった。ヘルゾーン。あ、ストックもうないっていう。あららら。で、青と。あー、もうこれで当てるしか。そうだね。あー、抜け。いやー、抜けないで。いやよっしゃ、めっちゃ入りますね、ねヘルゾーン。めっちゃ入る。なおかよ。まあ青なんでね、もうペシペシ回すよ、もう。あ、抜け。青じゃやっぱダメだな。結構きついです ね、やっぱり。せめて黄色。うん、おっしゃあ、あ、ヘルゾーン効果結構上のとこいそうですね。そうだね、また青いよ。また青いよ。頑張ってください、もう頑張ってもらうしか。いや、そうだね。また続かなかったよ。いや、もっぱつヘルゾーンもらうよ。よっしゃ。青、黄色。おー、4回目だぜ、4回目これ。刺しましょう、そろそろ。確かにね。いやー、よっしゃー。あ、いった、やったぜ。おー、もう、はい、ありがとうございます。ありがとう。さあ、60ゲームで当たりました。すごいね、このヘルゾーンの入り。うん、なんか結構良さそうですね、その台なんか。いやでも800に変わってんぜ。まあそうですね。あって3とかですか。そうだね、若干奇数っぽいですよね、挙動的には。確かに。いやー、よかった、割れず。70ゲーム。はい、100ゲームが超えちゃいましたね。あらら、ジャグレーンできなかったな。できんかったですよ。いやー、辛いな。そんなできないもんなんですね、ジャグレー。難しい。恐るべしジャグラー。いや、もう今日はジャグレーするまで帰れないね。頑張ります。目標ジャグレー5回、5連チャンです。まあ5連したらね。お、はい、よっしゃ。お、うわー、マジか、マジか。え、なになに。300乗った。あ、あ、やったー。マジか、ありがとうございます。やったね、さすが引き神様、やっと見せてくれた。いやー、なんかね、中段リップ引いて、はいはいはい、その次にチャンス目引いたら300乗った。はいはい、おー、すごい、ビビった。まくりましたね、もう。いや、まくったね。さすがです。いや、びっくりした。で、あー、ダメか、さすがにストックはなかった。いやー、残り361ゲーム。さすがだな、見せてくれました、引き神様が西の。めちゃ申し上げるな。最初偉い気なしなのに。いやいや、さすがでしょ。さあ、終了しました。462ゲーム、1270枚。まあまあまあ、全然出たよ。いやー、表が伸びんかったな、これ。どうしようかな。とりあえず、寄せも見に行くか。よいしょ。凱旋よう出てるな、しかし。いやー、やっぱ凱旋でしたね、今日。凱旋だね。参ったな、凱旋だな、これ。本当に凱旋めちゃ出てるもん。予定通りに打っておけばよかったですね。だってあの子楽しいんだもん。いや、楽しかったですよ、すごい。画面クラッシュさせましたから、ね、お腹いっぱいです。そうだよ、はい、飲まれました。どうしよう、どうしようかな。そう、ちょっとちょっと剣にしよう。さあ、そんな中、私2箱流しまして、こちら、2160枚と、こちら1箱なんでね、多分2800、900枚ぐらいあるんじゃないかな。で、投資が47枚貸しの55本なんで、
まあ、多分2600枚ぐらい約で、まあちょっと浮いてるんですが、まあまあもちろんね乗り口なんで、2人での収支ではまだ前にいますということで、一応こちらのニューパラサー、これなんだ3かな SP か SP、こちらがですね、ビッグ9のバケ5ソースアート1175とね全然まあ回ってないんですが、とりあえず現状で当たりがね破格に軽い合成が83分の1ということなので、ちょっとだけこれ打ってみましょうか。まあまあ少し打ったところでとりあえずねそんなにマイナスにもならないので、一応これでプラスに貢献を狙います。さあというわけでカエル様遊戯していきたいと思います。わあ、僕ねピエロよりもカエル様の方が好きなんでそういう意味ではね、まあこれも得意機種になるのかな、まあそんな詳しいわけじゃないですけど、はい、お、よし、お、来た、お、早い、やったぜ、イエーイ、99ゲーム、ビッグでお願いします。さあどうだ、ゲコゲコ、ドン、あ、これバケだな。やべ、2人ともバケ病だ、やばい、バケ時刻にさあ当たりました。100ゲームかな、早い、じゃあ全然多分 2,30 ゲームで当たったから、お、上等上等、さあボーナス終了しました。104枚獲得、おー、びっくりした、おい、あー、びっくりした、行きました、普通にびっくりしたよ、ボケーっとしたから打てたから、あ、当たったぜー、さあ、来い、詰まっちゃった、カエルがテンパして今バウンドストップしましたね、っていうことは、違うんかい、ただの、 ボーナス後のあれなんで、はい、レギュラーでした、レギュラーですか、まさかの、レギュラーだよ、いやー、今のビッグに期待したのに、本当だね、ただこれ全然ハマってないことだい、おお、上ありそうな、どうなんだろうね、単純にね、はい、1350しか回ってないんですけど、ただ合算は84分の1、めっちゃいいじゃないですかやばビッグ9バケ7、うわー、それ楽しいやつだ、全然いけるんじゃない、これやったら、まだもうちょっと打とうかな、さあレギュラーコーナー終了、あー、びっくりしたもうだいぶなんかやっぱ7時ぐらいになってるんでお客さん増えてきて、仕事終わりのお客さんが増えてきているので、なるほど、空いてないです、ジャグはもうちょっと今から回ってない台打つのもなって思うんですよね、まあそうだね、難しいね、確かに、よし、かオッケー、気持ちいい音が聞こえる、やったぜ、いやー頼むよ本当に、ゲコゲコ、リプレイでした、ふう、お、バウンドストップ関係あるかな、これやった、カエルだ、やった、あ、びっくりした、いた、よかったです、よっしゃ、やっとだ、なんぼだ、結構ハマっちゃったけど、まあまあ十分おプラスになった、ちなみに隣の100分の1のカエルさんはどうなんですか、どうだろうね、もうじゃあ打っちゃおうよ、ここで横で、私打ったことないですけど打てますか、打てる打てる、まあ、最後にね一緒にもう一回隣で打ちたいなと思います、はい、はい、ということで、平子さんの隣にやってきたわけですけども、はいはい、まあ、一応今合算がですね101分の1、うん、まあ全然回ってないけどね、まあでもね、まあ、最後にね一緒に打って終われたらいいなと思ってたので、そうね、ここで引きを発揮しましょう、最後に発揮しよう、さあ果たして、ニューパルサー SP に行って投資を回ることができるのか、結果はエンディングにて、お疲れ様です、実戦終了です、お疲れ様です、はい、まあ、2人の収支の方が
なんと残念ながらマイナス916枚という結果で終わってしまいました。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、はい、まあ、まあ、ですけども、ね、お互い見せ場があって、うん、よかったんじゃないかなとそこは思いますけど。まあまあね、確かにぼちぼち穴子でもね、はい、お互い紫の花引いたし、そう、にゃんちゃんクラッシュフリーズ引いて、で俺がペルセポンで400乗せてチャンス目で300乗せてっていう感じで、はい、まあぼちぼち見せ場もあったんで、はい、よかったんじゃないかなと。なんかテーマには ね、 ね沿った そうね、立ち回りって言っていいのかな、立ち回りじゃないよ、立ち回りじゃないよけど、まあ、まあ、引きはね、はい、発揮できたんじゃないかなと。お互い引きを発揮するにはやっぱお金が大変たくさんかかりますっていうことで、はい、あの入れたらね、入れた分返ってくるから、そうちゃんとほら返ってきたからそういや本当ヘポさすごいなって、さすが西の引き神だなと。これ引き神って言っていいか分かんないですけどねいやいやいや、まあまあでもね、はい、これもすべて乗り打ちという企画ながら55本というねアホみたいな投資を許してくださったにゃんちゃんのおかげですので、いやいや、私はヘポさんを本当に信じてましたので見せてくれるだろうということは、はい、まあまあでもね楽しくやれましたんで、はい、まあその楽しんで引きを出す、あとはねジャブジャブ突っ込むっていうのを ね、 ね、まあ、ジャブジャブ突っ込めばいつか引けるということがね、はい、いつか引いてでもちゃんと帰ってくるってことをね、はい、伝授できたんじゃないかなと思ってますありがとうございました、はい、まあ、今後もにゃんちゃんには破滅型女版破滅型、はい、編集部として、今後もジャブジャブ突っ込んでいただければと思っております。はい、ジャブジャブとやらせていただきます、はい、ということでね、はい、まあ、今回結構楽しくやらせてもらって、はい、第2回目にゃんパスの〇〇を教えてください、はいはい、無事終了と。まあ次はねどなたが来るかは分かりませんが、うん、まあでもね、はい、2連敗だからね、そうなんですよそこです、2連敗だからね、いろいろ教えてもらってるのに、うん、勝利につながってないという勝てる人が来るといいね。まあちょっと耳に挟んでる噂やと彼だっていう話を聞いてるけど、まあまあそれはちょっと教えないけど、はい、なんかちょっと不安になってきましたけどまあまあ、前回と今回のねことを生かして次回頑張りたいと思いますので、はい、皆様引き続き応援の方よろしくお願いいたします。では本日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。